黒川康子は、日本のシャンソン歌手、声楽家である。国立音楽大学声楽家卒業。2007年特馬ジャパンコミュニケーションズよりデビュー。三脇弘、菅原洋一等が出演するシャンソン系、ライブハウス、カフェコンセールエルムなど名古屋で活躍後その中心を東京に移し、現在は銀座、六本木などのライブハウスをはじめホテルのディナーショーにも多数出演。 初代、シャンソンの妖精としてたびたびパリでの講演を行い、日仏文化交流功労賞を受賞。2005年には、史上初の万博パリ祭りに出演。Dreams of Christmas Dreams of Christmas Christmas コーラス Dreams of Christmas Christmas コーラス次の、秋が来るまで次の秋が来るまで線の風になって、イリュージョン東芝 EMI プロローグビーティング。 ハート予感イリュージョン開口ストラグルリハンキッシングヘブン換気サスピション疑惑メモリーズインブルーツイオクラブフォーエバー復活エピローグビューティフルアワーラベリガンスレコーズビューティフルアワーラブ悲しくてやりきれない島の娘蘇州や曲カリニョーゾエキゾチックパリエレガンスレコーズエキゾチックパリジャンルダルクのようにパリコンシャス今はもうアミドバカンスツバメミュージックオブエハートオブヤスコクロカワメモリー ミュージカル、キャッツより愛びきや道路100万本のバラハワイアン、ウェディングソング別れのよカルーゾ誰も寝てはならぬオペラ、トゥーランドットより、次の秋が来るまで、シャンソンメモワールの中に、法廷役史で、スカーフが収録されている新しいシャンソン紹介、普及プロジェクト、シャンソン、ルネッサンスの中心歌手としても活躍。モーリス・ファノンの、スカーフを日本語法廷役史で、クレアシオンしたほか、 アリス・ドナ優しさ、ミッシェル・ヒューガン、愛かけがえのない道、太陽の誘惑、アンコール、ブラボー、ムッシュルモンド、パトリック・ブリュエル、幻の恋、マリー・ラザロ、愛の響き人生は、アズナブールの歌と共に、エレーヌ・セガラ、届かぬ思い等、多数の楽曲を紹介している。ありがとうございます。